はい、皆さん、こんにちは。渡辺です。えー、前々回の動画でですね、えー、行列の足し算、引き算、さらにスカラー倍を、えー、学びましたで。前回の動画では、えー、2つの行列に対して、それらの積、まあ、掛け算ですね、について学びました。でまあ、そのように考えていきますと、えー、それでは行列2つ与えられたときに割り算というのができるのかというふうに考えるのは自然なことかと思います。 で今回は、えー、そのことについて考えたいと思います。それでは内容に入りましょう。はい。えー、というわけで、割り算を考えられるかということを考えたいわけですが、ま,あ、まず次の例を見てみましょう。2.2.11としまして、えー、A という行列を、えー、1000としますで。さらに B という行列を0001としましょう。 そうしますと、A×B、これ計算してみてください。前回やった掛け算のやり方は、こことここを各成分かけて足し合わせるというのが11成分でした。ですから、今の場合は、えー、と0。で、同様にやっていくと、0、0、0となって、すべて0になってしまいます。つまり、これは0行列、ないしはまあ0行列と呼ばれるものになっています。 で同様にですね、えっと、これは使いませんが、BA もこの例の場合、0になるということが計算でわかります。で、えっと、これは結局何を言ってるかっていうと、この A と B っていうのはそれぞれ行列として0じゃないわけですね。なんですけれども、A0、B0 でも、AB イコール0となることがあります。 でこれはあの今までの,その扱ってきた数とは全く異なりますね。数であれば、これが、えー、例えば実数 AB があって、A も B も0じゃないとすると、掛け合わせて、えー、0になることはないわけですね。ですが、行列の場合は0じゃない行列2つ持ってきても、えー、それらを掛けて0になるということがありますで。そういうものには名前がついていまして、今後どの程度出てくるか。 すぐには出てこないと思いますが、一応定義をしておきましょう。A が0じゃなくて、B が0じゃないとしましょう。かつ、今みたいに、両方とも0じゃないけど、かけると0。まあ、こういう時を考えようと。そうすると、A を、えー、左0因子、まあ、0因子。まあ、B を右、 0因子、0因子と呼びます。まあ、そもそも左右の区別なしに、えー、っと、0因子ということもあると思いますが、まあまあ、こういうふうに定義をしておきましょう。ただ、これ実際に出てくるのは、うん、当分出てこないと思いますが、まあ、こういうふうに定義をしておきます。で、えっと、まあ、これは一応定義をしたわけですけれども、えー、このような、 えー、ケース今考えているのは、こういうケースを考えましょう。この状況。この時、えー、B による割り算ができるかっていうのを考えます。 まあそもそも割り算って何だっていうところからまずは本来問題かもしれませんが、まあ、ここではですね皆さんがじゃあこれ AB イコール0っていうこれ B で割るってどういうことかっていうと、まあ、これの両辺を B で割りなさいって言ったらどうなるでしょうそうしますとこの B をキャンセルして0を B で割っても0のまんまだからってやって B で割ると結局 A イコール0が出てくるっていう風になると思うんですね。でそうしますと、まあ、普通にこれ数だと思って B で割れって言われたらこうなりますよねで。そうすると A イコール0になるんですが、今さっき言った通り A は0じゃないという風にもともとなっていたので、これは矛盾にしますね。 この講義ではまだ言ってあの動画で言ってないと思いますが、矛盾というのをこう、もうこれは矛盾って書かずに、このような印で記号で書いたりします。今後こういうふうに書いては、これは矛盾だということだと思ってください。で,ですから、これは何を示唆、この今の、えー、と一連の考察が何を示唆しているかというと、一般にはその行列の割り算はできないわけですね。 で、じゃあ、どんな場合でもできないかっていうと、そうではなくて、実は特別な場合には割り算ができます。で、その割り算ができるような行列には名前が付いていて、それが今回の動画のタイトルである、生息行列というものです。で、じゃあ、生息行列って何かっていうことですね。定義をしましょう。定義の2.2.13です。えー、N 字、正方行列。 A に対しして、まあ、これが正則だというのを定義します。それは何かというと A と同じサイズの正方行列 N 字だから正方行列 B というのが存在して AB も BA もそれぞれ単位行列になるこれを満たすような N 字正方行列があるとしましょう B が存在 するとき A を正則というふうに呼びます。で、さらにまあこのときですね、B を A の逆行列と,と言いまして A インバース。 とままあ書きます。はい。で、まあ、これがだから定義ですね。逆行列。逆行列とあと、正則行列の定義です。これ非常に大切ですので、えー、定義をちゃんと覚えてください。で、えっ、ー、と、まあ、なぜこれ、この正則行列っていうのは、その割り算ができる。 行列だよという話をしましたけれども、なぜかというのはこの後にあのに説明をします。ただその前にですね、まずえこの逆行列、まあ、A, A が生息行列の場合に、その逆行列は一時的であるということを証明しておきましょう。えっ、ー、と、プロポジションですね、プロップの2.2.14です。生息行列。 A に対しその逆行列は一時的であるとこういうことが成り立ちます。 一時的であるっていうのは、これどういうことかっていうことなんですけれども、これ意味していることは、まあ、1個しかないっていうことですね。つまり、えー、生息行列、A を生息行列としているので、ここに書いてあるような性質を満たすようなものが存在する、B が存在すると言っているんで、AB イコール、PA イコール、E と。こういう B が存在するんですが、 同じくですね、AC イコール CA イコール E という、これを満たすような C という行列もあったとしましょうと。で、こうだとすると B と C が等しいよということを言っているわけですね。二つ両方ともあったとしたら、それらは実はまあ一致してるんだというのが、ここで一時的と言っている意味です。で、この一位性というのは数学であのしょっちゅう出てきます、今後。で、このような、だから二つ。 えー、条件を満たすものが存在したとして、そこから始めて、えー、その2つが等しいということを証明するということは今後、しょっちゅうしやりますので、必ず自分でこの命題に関しても証明できるようにしてください。で、じゃあ、これどういうふうに証明しますかっていうことなんですが、まあ、これはちょっとやってみましょうか。今のコピーしたものですが、 何をすればいいかっていうと、結局、えー、ここにあるこの条件を使うことによって B、B コル C、これをみあの導き出そうというわけですね。で、そうしますと、うんと、だから B から始めて、なんか式変形していって、C にたどり着けばよいと。でそうしますと、えー、何回か前の動画、えー、前回ですかね、を、 見てもらうと分かると思うんですが、えー、っと、うん。ちょっと番号を書きましょうか。席に関するとか、和に関する性質とか、席に関する性質とか、いろいろ書いた命題があったと思います。そこの、プロップ2.2.9なんですが、そこの、かっ2の B を、 で、何があったかっていうと、これは A っていう行列に対して単位行列をかけてあげても、行列 A は変わんないんだよっていう、どんな行列も単位行列変えても変わんないんだよっていう性質がありました。それを用いると、この A として B を取ってくれば、B イコール BE というのが成り立ちますね。よろしいでしょうか。で、さらに、ここの B に対して今度は E、 っていうのは、B イコール、あえっ、ー、と、E イコール AC が成り立っています。それはどこかというと、AC イコール E って、ここのやつを、これつ、この、こことここですね、が等しいというのをここに入れてあげると、この形で書き換えることができますでそうすると、えー、とこれは、結合法則が席に関して成り立つというやつで、 えっと、カッコの位置を変えてもよいという話がありました。で、これは何かというと、あんまりちゃんとこの講義の予習動画の方では言っていませんが、講義では示しているはずです。で、えっ、ー、と、これはどこかっていうと、この同様に、プロップの2.2.9のカッコ2の A の性質ですね。これを用いると、このカッコの位置を変え、ここ、 前と後ろ、これ変えることができますね。で、さらにそうすると、BA って何ですかっていうと、この BA というのは、ここで BA イコール E というのがあります。ですから、うんと、BA イコール E ってのがここにあるけど、それをここに入れましょう。そうすると、e かける c になる。 で、E×C っていうのは再びこれは C ですね。それはなぜかというと、えー、とこれですね。これ、またこれと同じのをここに入れてあげればよいということで、そうすると B をから始まってどんどん変形していって C に持っていくことができたので、一位性を証明することができたというわけです。はい。よろしいでしょうか。 ということで、だから逆行列っていうのは存在するなら1個しかないよっていうことが、まあ、今のプロポジションで分かりました。で、いよいよですね、本題で、その、正則行列であれば割り算できるってどういうことかっていうのを考えています。でそうすると、例えばですね、えっ、ー、と、例として数の場合が分かりやすいと思うので、数で考えると、6を例えば2で割るってどういうことでしょうか。 それは式で書けば6割る2でイコール3ですよね。これ、書き換えると6割る2っていうのは掛け算で書けば6る2分の1が3というふうに言い直すことができます。つまり、一般に数を考えまして、数 C を A で割る。というのはどういうことかっていうと C を A 分の1かけるっていうことですよね。 これを考えるというのが、えー、と C を A で割るということです。で、これ A 分の1って何かっていうと、これ A のインバース。で、A のインバースって何かというと、これは結局 AA インバースイコール、A インバースイコール1が成り立つものですね。つまり A にかけて1になるようなもの。まあ、それが、えー、と A, A 分の1です。 ですから C を A で割るっていうのは結局 C にこの A インバースを B と書き直すとすると AB イコール BA イコール1を満たす B をかけるというのが C を A で割るということなわけですね。 で、そうしますと、これ行列の話でやると、行列 C を、まあ、行列 A で割ると。というのは、結局どういうことかっていうと、行列 C に、 AB イコール BA イコールこの1の代わりになる単位行列です。これを満たす行列 B をかけるということですね。で、じゃあこの AB イコール BA イコール E って何かっていうと、これまさにこれ逆行列の定義に他ならないわけです。 ですから、なんか行列 C を A で割りたいっていう場合に、A が正則行列であれば、その逆行列が存在しますので、その逆行列を C にかけてあげることで、まあ、割り算をしているというふうに見なすことができます。はい。で、えっと。まあそうですね。で、だから、 生息行列っていうのは逆行列が存在するようなものであって、それによそれをかけるっていうのは、え、あの、元々の行列で割るっていうことに対応しているんだと思ってください。で、えっ、ー、と、最後にですね、逆行列のいくつかの性質を見て終わりたいんですけれども、N 字生息行列、二つ持っていきましょう。A、B とします。これらに対し、 まあ、以下が成立します。まあ、一つ目はですね A、A が正則だとすると、A の逆行列、A インバースも、あ、これだこれちゃんと言ってなかったけど、これは A インバースと呼びます。A インバース。これ。A インバース。 はい、A インバースも正則で、だから A インバースのインバースっていうのができるんですが、これは何かというと、元に戻って、普通のもともとの A になります。で、えっと、2つ目、A が正則だと、天地の A も正則です。 で点値 A をの逆行列はどうなるかっていうと、A の逆行列の点値行列になります。はい、ちょっとここをコピーしましょう。で、3つ目、今度はその AB、A と B がそれぞれ生息だったら AB も生息です。 で、じゃあ、AB のインバースはどうなるかっていうと、これは順番がそれぞれの逆行列で追っかけたものになるんですが、順番を変えたものになります。はい。というわけで、まあ、例えばですね、えーと、インバースにはこのような3つの関係があると、関係というか、まあえー、こういうことが成り立つというわけですね。 でえっとこの証明に関してはぜひ皆さん自分で考えてみてください。あの教科書にも載ってますし、もしくはあの講義ではちゃんと扱うつもりですが、ま,あ、まずはですね、いつも言う通り自分でやってみることをお勧めします。はいというわけで今日は逆行列とか、生息行列というのをまず定義しました。でそれはどこから来てるかというと、その行列でまあ割り算ができるように、割り算に。 当たるるるものがででできるよううな行列であるというわけですねしっかりあの定義をもう一度復習して、えー、余力があれば、これをぜひ自分で証明してみてください。というわけで、今日の予習動画はここまでにしたいと思います。